おはようございます。チルチルです。チャンネル登録と同時にベルマークの通知ボタンのクリックもよろしくお願いいたします。さて本日はこの塗装剥がれを補修していきます。先日嫁さんが荷物を下ろすときにこのリアバンパー付近に小傷を作ってくれました。そんなに重たい荷物ではなかったんですが、できたものはしょうがないと切り替え、本日補修を行っていきます。嫁さんが作った傷を現在確認はしていますが、大きさとしては1センチもなく、だいたい5ミリ程度の傷で、下の傷はもう少し小さい感じですね。こんな感じになっています。上の方の傷は結構深めな傷で、下は浅めな傷となっており、コンパウンドだけでは消えない傷で、塗料での補修が必要な状態です。で、今日はこの傷をタッチペンで補修していきますが、タッチペン補修の時にあると非常に便利な商品を先に紹介しておきます。その商品がこちらのファインラインペンという極細 0.5 ミリ幅の特殊ツールです。タッチペン補修は簡単にできますが、簡単な割にその仕上がりになかなか満足はできないということもよくありますが、今回のツールを使えばタッチペン補修のイメージが変わってきます。このペンの使いやすいところはこのようにタップすることで塗料がごく少量のみ出てきて、塗りすぎや傷以外のところにつくってこともなく、最小限の範囲でタッチアップができてきます。タッチアップというと爪楊枝で行っていますって方もいるかもしれませんが、私もこのツールを知るまでは爪楊枝で行ってはいましたが、このツールを使うとこのツールの凄さがよくわかります。で、今回使うタッチペンを見ていますが、今回は欧州車ということもありましたので、Amazon で売っている BMW 用のカラー番号が合っているものを購入しました。量販店で売っているタッチペンでは、欧州車のカラーに対応したものがなかったので、少し高いですが、こちらを使っていきます。私のように欧州車の方は Amazon で対応したカラーのものが売っていますので、一度探してみてください。で、一度パレットにタッチアップの塗料を出して、今回使うファインラインペンの使い方を簡単に紹介しておきます。タッチアップ補修を行う場合は、今回のようにダイソーで使い捨てができるパレットが10枚セットで売っていますので、あると後始末が楽になってきます。で、塗料が出せましたので、ここで今回使う特殊ツールファインラインペンに塗料を入れていきます。このように筆先を使って、少量ずつ入れていってください。まあだいたい 2,3 滴入れれば十分ですかね。で、こんな感じでファインラインペンに塗料が入れました。で、このツールでタップしていくとこんな感じで極細の本当に点が打てます。こんな感じですね。ここまでは爪楊枝でやろうと思えばできますが、このように線を引くことがなかなか爪楊枝では難しいですよね。ここがこの特殊ツールのすごいところです。ごく少量の塗料で線が引くことができてきます。で、このようにファインラインペンに塗料を補充できたら、この傷箇所にタップしていきます。ここですね。この傷にタップしていきますね。で、事前に脱脂した状態でここに1回目のタップを行っていきます。ちょっとカメラアングル的に見えなくなっていますが、本当にすみません。2回目以降はアングルを改善していますので、ご了承ください。で、1回目、ファインラインペンで補修ができました。こんな感じですね。補修箇所を拡大していきますが、こんな感じです。全くはみ出ていないですよね。で、引き続き乾く前にちょっと塗料が少なかったので、もう1回行いました。で、こんな感じです。で、1回目の補修がファインラインペンでできました。こんな感じで全くはみ出ていないということがよくわかりますよね。で、下の傷も同様にファインラインペンで補修を行いましたが、アングル的に見えなかったのでカットを行いました。で、一応上下ともに1回目のタッチアップができた状態です。こんな感じになっています。このツールを使いますとこんな感じで全くはみ出ていないということがよくわかりますよね。最小範囲内で補修ができてきます。で、現在3分ほど経過した状態です。で、補修箇所の乾燥を待っている間にタッチアップを行う際に知っておくと何かと便利な、もし失敗してしまった時のリカバリーの方法を紹介しておきます。実験的にこのようにタッチペンで塗料を乗せていきます。
おいおいそんなことをして大丈夫かと思っているかもしれませんが、問題ありません。この状態で乾かしていきます。で、約5分ほど経過しました。こんな感じになっています。まあだいたい半乾きって感じですかね。で、こちらが先ほどタッチアップを行ったところですね。1回目のところです。まあここももう少し乾燥が必要かなって感じですね。で、実験的に塗料を置いたところ、この部分を何もなかったように元に戻していきます。この方法を知っておくと、もしタッチアップで失敗した時にリカバリーに使えますので、知っておくと便利な方法となってきます。これから紹介するリカバリーは、タッチアップ後48時間以内でしたら完全に元に戻せてきます。で、そのリカバリーに使っていくのがこちらの燃料用アルコールです。ショップタオルとアルコールで拭いていくだけのことです。リカバリーしたいところを燃料用アルコールで軽く拭くことで、タッチアップした塗料が徐々に取れ、最終的には完全に落とすことができてきます。で、拭いていきますね。軽く拭くだけです。今日のように燃料用アルコールを使う際は換気が良い状態で使用し、手袋を着用で使用してください。で、この箇所タッチアップを行って5分ほど乾燥したところを補修しました。リカバリーしましたが、こんな感じですね。燃料用アルコールで拭くだけで、ここまで完全に元に戻せました。で、そうこうしているうちに補修箇所の乾燥もできてきました。現状はこんな感じですね。まあ、まだまだ1回目の補修ですので、こんな感じになっています。ここを2回目タッチアップを行っていきますね。今回のツールを使いますと、本当に小さな傷の場合ですと、1回のタッチアップでもそこそこ綺麗に補修はできてきますが、今回のようにやや深めで5ミリ以上の傷の場合は、乾燥後に塗料のへこみが出てきますので、数回塗料を重ね、塗膜に厚みを出す必要がありますので、2回目のタッチアップを行っていきます。この箇所の2回目のタッチアップを行っていきますね。もう本当に少量乗せるだけです。2回目のタッチアップはこんな感じでアングルに配慮して行っていますので、分かりやすいですよね。こんな感じでタップできました。で、現在上下ともにタップできたところを見ています。こんな感じですね。約5分ほど経過した状態です。こんな感じでこんもりになっていますよね。これでもまだ少ない感じですかね。また乾燥することで徐々にへこんでくると思われます。タッチアップ補修のコツは、いかにはみ出さず塗料を乗せるかと、いかに厚く塗膜を作れるかで、その後の仕上がりが大きく変わってきます。一番良い方法は、約1週間ほどかけて塗膜を徐々に厚く持っていくことがセオリーだとは思ってはおりますが、なかなかそんなに時間をかけることも現実的ではないので、今回はこの状態で1日乾燥させていきます。とりあえず1日目の作業はこれで終わりますね。で、乾燥させていきます。で、翌日の映像となっております。こんな感じで24時間経過しました。で、こんな感じですね。やっぱり塗膜がへこんでいますよね。もう少し持っていく必要があります。で、ここからははみ出しなしで傷箇所のみに塗料を厚く持っていきたいので、ラインテープで養生し、傷箇所のみにタップしていきます。一部早送りしていきますね。で、こんな感じでマスキングができました。この箇所にタップしていきますね。こうすることで余分なところに塗料がつかず、うまく厚く盛ることができてきます。傷箇所にのみ塗料を厚く乗せたいときに、この方法は結構有効ですね。で、2日目は今日でこの作業を終えたいので、強制的にドライヤーで乾燥させていきます。乾燥の様子は一部早送りしていきますね。で、約5分ほど乾燥させた後に、もう一度3回目ですね。3回目のタップを行っていきます。まあ、ここまで来ますと、本当にごく少量タップしていくだけですので、作業は本当にすぐ終わりますね。もうちょっとやるだけです。で、今回のツールを使って4回目のタッチアップを行ったところです。こんな感じで結構厚く漏れていますよね。約これでだいたい5分ほど乾燥した感じですね。まあ結構厚く漏れている感じではありますが、もう1回厚く持っていきたい感じでもありますね。まあ厚く塗れば塗るほどより仕上がりが良くなってきます。
まあこうやって見ますとよくわかると思いますが、余分なところに一切塗料がついていません。で、またドライヤーで5分ほど乾燥させた後に最後の5回目のタッパを行っていきます。ここまでにわたり約5回タップを行っていますね。で、現状の様子をよく確認しながら、うまくタップできていないところを厚く持っていきます。で、5回目のタップが終わって、約5分ほどドライヤーで強制的に乾かしてきました。こんな感じに仕上がっています。で、ある程度乾いてきましたので、マスキングテープを剥がしていきますね。で、乾燥した後にマスキングテープを剥がすとこんな感じになっています。で、次はこの下の箇所の補修も行っていきますね。こちらも厚く持っていきます。ここですね。まあ1回目でも結構綺麗に補修はできていますが、若干やっぱりへこみがありますので、この部分も厚く持っていきます。で、こちらもラインテープでこんな感じでマスキングを行って、この小さな箇所に塗料を乗せていきます。ここですね。本当に小さいですが、ここに塗料を乗せていきます。で、こちらも2回目のタッチアップを行っていきますね。厚く持っていきます。まあここは多分 2,3 回で十分だと思いますが、厚く持っていくことが目的です。で、この2箇所の補修箇所、ドライヤーで強制的に5分間乾燥させ、その後1時間自然乾燥させました。現状がこんな感じになっています。で、今回タッチアップを行ったところをアングルを変えて見ている状況です。こんな感じですね。結構厚く漏れていますよね。ここまでの作業でだいたい1日半はかかっている状態ですね。タッチアップ補修には時間と忍耐が必要になってきます。で、ここからは磨き編です。傷箇所に塗料を乗せた後、磨きの工程で持った塗料を平らにしていく作業で、私の場合はこのようにセロハンテープで傷箇所を養生し、耐水ペーパーの800番から始めていきます。で、ある程度800番で磨けたら、次は1000番で磨いていきます。一応今回は800番から始めて、最終的に2000番までで磨きました。で、最終的にこの箇所、上の箇所ですね、こちらを800番から始めて2000番で磨き終えた状態です。まだ下が残っている状態ですね。で、次はアングルを変えて見ていきます。この上の箇所を今回磨きを行いました。で、まだ下はできていない状態ですね。まあだいぶ平らになっているということがこの映像でよくわかると思います。次は下って感じですね。で、先ほど同様に下の箇所もこのようにセロハンテープで養生を行って、この部分を800番で磨いていきます。大抵の場合はマスキングテープで養生し磨くと思いますが、マスキングテープですとテープの厚みがどうしても出てきて、その部分の厚みが磨けず平らにすることが難しいので、私の場合はより厚みがない、しかもマスキングテープよりより頑丈なセロハンテープを使ってよく行っています。個人的にはこの方がより平らにすることができると思っているところです。で、この箇所下の方ですね、この部分800番でとりあえず磨いたところです。まあだいぶ綺麗になってきましたが、まだまだ厚みがあるって感じですね。こんな感じになっています。で、引き続き次は1000番で磨いていきますね。この箇所を1000番で磨いていきます。で、この下の補修箇所は大きさが上に比べて小さい時は、仕上げの段階ではテープの位置を少しずらして一回り大きめに養生を行って1000番で磨いていきます。この方が仕上がりはより綺麗になってきますね。で、現在1000番で磨いている状態です。一部早送りしていきます。で、最終的に1000番、2000番で磨いてマスキングテープを取った状態です。こんな感じに仕上がっています。もうだいぶ平らになってきていますよね。で、状態をズームしていきます。こんな感じに仕上がっています。で、次はアングルを変えて見ていきます。ここですね。この2箇所を補修を行ってきました。だいぶ平らになっているってことはこの映像でよくわかると思います。こんな感じに仕上がっていますね。まだ若干厚みがある感じがありますね。で、
磨きを終えましたが、若干下のところの厚みが気になりましたので、もう一度1000番と2000番で磨きを行いました。で、こんな感じになっています。だいぶ平らになっている状態ですね。こんな感じになっていますね。どうでしょうか。結構綺麗にできていますよね。で、最終的にもう一度磨き直したところをアングルを変えて見ている状態です。これが最終的な磨き工程の終了ですね。こんな感じに仕上がっています。だいぶ平らになっていることがこの映像でわかると思いますね。こんな感じに仕上がっている状態です。で、次はこちらのハードワンで、3M のハードワンで磨いていきます。コンパウンドですね。一応、今回はこの箇所を手磨きで行っていきますね。ハードワンから磨いていきます。まあ、ハードワンだけでも結構綺麗になるかなと思いますが、まあ、今回はハードワンとハード2、そしてウルトラフィーナで仕上げていく状態です。で、とりあえずハードワンで磨きました。こんな感じに仕上がっています。もうほぼほぼ綺麗になっていますよね。ほとんどわからない状態にまで仕上がってきている状態です。まあ、この状態でも指で示さないとちょっとわからないぐらいに綺麗になっている状態がわかると思います。こうやって離れてもほとんどわかりませんよね。まあ、ただ若干光の加減でまだわかりますので、次はハード2で磨いていきます。で、次はこちらのハード2ですね。3M のハード2のコンパウンドで磨いていきます。こちらも手磨きで磨いていきますね。もうこれでだいぶ仕上がってくると思いますね。磨きの様子は一部早送りしていきます。で、手磨きでハード2で磨いた状態がこんな感じですね。だいぶわからなくなってきているのがこの映像でよくわかると思います。こうやって指で示すとわかりますが、指を離すともうほぼほぼわからないですよね。こんな感じに仕上がっている状態です。もうほとんどわからないかなと思います。まあ、素人でここまでタッチアップでできたら良い方ではないかなと思っています。で、最終的にこちらのウルトラフィーナで仕上げていきます。この箇所です。今回補修したところはもうこの映像でほとんどわからないかなと思いますね。ここを最終的にウルトラフィーナで仕上げていく状態です。こんな感じですね。もうほとんどわからないですよね。で、最終的にウルトラフィーナも手磨きで磨いていきます。一部早送りしていきますね。で、ある程度ウルトラフィーナで磨けました。こんな感じになっていますね。もうこうやってちょっと離れたらもうわからないぐらいになっていきますよね。まあ、こうやって指で示すと若干わかりますが、もうほぼほぼ肉眼ではわからない状態にまで仕上がっている状態です。こうやって指を離すともうわからないですよね。こうやってちょっと示していきますが、どうでしょうか。こうやると若干わかりますかね。わかりますね。まあ、光の加減で若干わからないではないですが、ここまで仕上がってきました。まあ、素人のタッチアップ補修でここまでできれば良い方ではないかなと思っている状況です。この状態でシリコンで最終的にコーティングすればほぼほぼわからないくらいになり仕上がってきます。まあ、完全な状態にはなりませんが、まあ、素人ではここまでできるってことですね。今回のタッチアップでの補修には当然限界がありますが、今回のツールを使えば素人でもここまでできていきます。もう本当に小さな飛び石箇所であれば、今回のツールであれば爪楊枝以上のクオリティで仕上げることが簡単にできてきます。最終的な仕上がり状態をアングルを変えて見ていますが、こうやって見てもだいぶ綺麗になっていることがよくわかりますよね。ちょっと指を離すともうわからないぐらいの状態になっているってことがこの映像でよくわかると思います。こんな感じで私のチャンネルでは洗車に関する動画を主にアップしています。今日の動画が役に立った、もしくはためになったって方はグッドボタンもよろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。